タジオようこそようよ何事ですか。そうそうそう、大島もよこそ、よこせ、よこせ、汚れ芸人。誰が汚れ芸人？もう芸人じゃないか、ただの汚れ、ね、ただの汚れじゃないか。MC とかもっと頑張ればいいのになってタチさん言ったらしいですよ。ゲームのイベントとかの MC とか今言わないでください。カレー屋に専念しようかしら。いや、スタジオがですね、なんと移転することになりまして、はい、ここ壊すんです。あららら、このフロア、だからもう壁とかもう何してもいいんだって。何してもいいって、最悪穴開けてもいいって。そこまで、すげえ、マジ、さすが。で、だからもう絵の具とかでもガンガンも描いていいんですよ。すげえ、そんないいの？いいんですって。我々でいいの？そう。今日って。ゴージャス動画が最後だったらゴージャスさんがやったし、今回なんと我々が最後の、この。これが最後なんですよ。うわ、そう。なんで、何年の思い出？このぐらいです。結構2、3年ですね。結構思い出いろいろあるな。ここですげえスクワットやった覚えて。ああ、そうだ。懐かしい。3年ぐらい。淡路に足舐められたものこれ。ああ、そうそうだ。そうだ。舐め、確かに次のね、スタジオでもまあ舐めれる環境になってない。時代的にダメなんだ。もうダメだよ。早く舐めれるようになりたい。なぜ舐めれるようになりたい。舐めれるような世の中にはなんないんだ。舐めたい方向性なんだ。え、じゃあなんかいいの書いて。はい、なのでどうします、何書くかなんだ。確かに結構ありますよ、丸抜やるか。まず、いやいや、もったいない。ノートの切れ端でできるんですからね。でも安全のことを考えて、やっぱりタチさんのこのスーツのサイズ考え直しません？これあれだよ、その機械とかある現場だったらすげえ怒られる。これ一番危ないです。巻き込まれるよ、これ。確かに危ないですか。時代劇じゃないんだから。裸足も気になるなっていうのが伝わってきますね。あとうっすらパンツ見えてるけど、それは大丈夫かな。半透明なんだからな、これ。いやいや、そこだけ。ズボンとか履け。いやいや、相当。こうやってやったらもうケツとかもちゃんと。相当汚れる可能性あるで聞いたので。肌着としたパンツ。はい。一番履きやすい格好で来ました。ねえ、どうだろう、これ、例えばもうお互いを一人ずつ描こうよ。ああ、なるほど、いいですね。お互いを一人ずつ、だから、たくやが淡路描いたり、大島が和也描いたりとかで、で、4人並んで結果、その他は自由、その他は自由。なるほど。で、文字書いてもいいし、4人は1人を書く。これ、あれですね、本当に。ハチハルちゃんが12時間ぐらいかけてやればよかったですね。マジでそうだ。読める？でも読めます。それだと壊せなくなる。あ、そうか。壊すの必要だ。まあ、確かにな。落書きでいいか。そうね。次のスタジオはハチハルちゃんに書いてほしい。次はダメなんですか？しょっぱなに。で、道具が、なんかね、大きい道具がね、4種類なの、ちょうど。でっかいハケ、で、ちっちゃいハケ。あ、それ一番大事。あ、筆みたいなのないんだ。ちっちゃいローラーと大きいローラー、スプラトゥーンみたいな。これどうやって、これ縦でこの攻撃できるか。いやいや、攻撃しちゃダメだ。これと、この攻撃弱いな。攻撃しちゃダメなんですか。これ、じゃんけんで決めて。うわー、なるほど。これを駆使して。いや、まあ味は出ますよね、ローラーね。ローラーとか面白い。これ、中ハケがいい。確かに中ハケ、はい、終わりました。じゃあ、はい、じゃんけん。最初はグー、じゃんけん、ほい。あいこでしょ、あいこでしょ。うわ、最初はグー、じゃんけん、ほい。ああ、最初はグー、じゃんけん、ほい。あいこでしょ、あいこでしょ。よし、中ハケ。いやいや、ちょっと。大ハケ。ちょっと。はい、小ローラー。おい、大ローラー。かけないでしょ、こんなので。いや、これ上手に使えば。これで、じゃあ俺ら誰かがこれどうしようかな。カズヤがタクヤ書いても自分書いてるの。タチさん僕らのどっちか、僕と淡路はタチさんのどっちか。じゃあ俺、大島書くわ。じゃあ俺、淡路書く。じゃあ俺がタクヤさん、で、カズヤさん。わかりました、カズヤさん。なんでも、どっちでもいいなって思ってた。いやいやいや、被害妄想です。いや、思ってないです。先輩に対して。いやいや、なるべく道具は使うけど、一応ちっちゃい筆とかもあるから使っていいみたい。ちっちゃい筆は OK な。あ、そうか、そうか。あとはマジックも使っていいって。そっか。なんでもありだ。下書きはいらないよ。で、なぜか用意された絵の具は2種類。あ、でもいいじゃん、混ぜたりとか。
じゃあもう一発勝負だよ。いきまっか。はい、はい、それではスタジオありがとう。ありがとう。せーの。うわあ、いいぞいいぞいいぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、いいぞいいぞ。もうダメじゃん。こんな部分で俺大島、なんでそんな水っぽい絵の具なんだよ。おい、もう無理じゃねえかよこれ。おい、ちょっと垂れますねこれ。もうダメじゃねえかよ。垂れないように言うんだよ。垂れないように言うんだよ。勘弁してくれよ。もう筆使いいいですね。僕ぐらい大雑把なのはあれちょうどいいかも。ただ大島、はい、それも味になってくるから。そうです、確かに確かに。油絵の具とかもどんどん描き足してるんですけど。うわ、ちまって水が多いよ。すげえ手疲れる。まあ風、その大きさで大島描いたら大島主人公みたいになっちゃう。え、もううまいじゃないですか。そう、風はやだってあれだからね。ちょっと待って、マジでちょっと最悪。大島トンネルの落書きじゃねえんだよ。もう書きにくいってローラーだし。ここでは、ここでは使ってない。いや、いい色だな、ピンクも綺麗ですね。マジ早く腕に切り替えるもう諦めたでしょ、ローラー。ローラーは、あの、体とかで使うの。じゃあ結構いや気持ちいいな、こう大きい感じ。ね、すげえ楽しい。もしも、でもなんか私グラフィティっぽくなってきましたね。これマジでもったいねえわ。楽しい。誰を描いてるの？カズヤさん。おお、あ、かっこいいのそれ。何それ。これはいいでしょ。うわぁ、めちゃくちゃ背中に書かれてる。怖え。はい、ということで、うん、完成いたしました。おしまおしま、はい、ごめん、乳首 NG だから。いや、そのわ最後の最後で書かないでくださいよ。序盤に終わらせておかないと、こういう乳首的な。乳首はバンダッチャ。出た、乳首はバンダッチャ。キラーマート。はい、はい、完成しましたね。いや、うん、いや、なんかどうですか？楽しかった。楽しかったな。いい感じじゃない？うん、気持ちよかったね。なんかそうですね。ストレス解消になる。はい、確かに。こんだけなんかね、ダイナミックに描くとちょっと芸術っぽい。なんかね。そうだね。いい感じで。ちょっと見て、はい、見てきますか。はい、どっから？こっちから。僕の方から行きます。僕描きました。淡路ではない。いや、これは。いや、うまいわ。嬉しいな。淡路描いたか。もしかしたら。あのスタッフの藤原藤原こんな感じだけど藤原だ結果いや、この略動感も嬉しいっすね。これはもうあのすごいわ。そうね、キッズビキの時の淡路。ああ、まさに学生もったいねえ淡路ないね。もったいねえって言ってますもんね。そうですね、はい、いや、かっこいいな。淡路を描きました、はい、すげちょっとこう、芸術感そうですね、やっぱりやってましたね。はい、はい、で、僕ここに、はい、これうまー、大島、うまい、島島すごい、これ嬉しい。大島似てるね。うん、いや、これ普通に締めとって、うん、いいですね。はい、はい、この大島の文字のこの、うん、
色の混ざり感が完璧ですね、パープルな感じ。確かにね、このグラデーション、ケミカルだ、はいはいはい、もういいよね、いい感じ、確かに混ざりすぎずね、はい、まあ、いいわ、はい、私が、カズヤさん、はい、誰カズヤさん、ざっけんな、いや、僕はこれすごいな、ローラーで描くってなったんで、こんな感じなんですよ。いやいやいや、いやいやいや、はい、こんなになってねえんだろうね、こんな。で、これほら、ちゃんと脳汁が脳汁出てんだ、脳汁垂れすぎだろ、脳汁がもう顔にまでかかる、本当だ。だから、その、何も考えてない時のカズヤさん描いてる。あー、だからやっぱ裸って、まあ、ちゃんとほくろもあってね、はいはい、俺なんで乳首の下から手出てんだよ、ね、こういうイメージで、はい、ピグモンかなんかやっぱ柔らかさ、北海道の民芸品の声になりそう、いいですね、脳汁、はい、そしてこれ拓也さん、やっぱ拓也さんといえばですね、やはり玄武にとらわれた、もうちゃんとこう玄武、あ、本当だ。でもなんか僕序盤でこれ垂れちゃってこれどうしようと思ったんですけど、うん、ちょっと一応このやっぱこの玄武に支配されてるっていう、この あれ亀か、でもなんか、あ、そうなの、お弁の亀か、本当だ。でもこれもうない、自我がなくなってる。あ、でも確かにこの垂れ感がちょっと狂気感が、そう、狂気ですね、これはこれでなんかちょっと芸術っぽい、ね、うん、すごい、なんか原宿の壁にあったら、あ、おしゃれなあれなのかなって思うねえな、うん、T シャツ欲しいもんね、それこの T シャツ、現物 T シャツ、なんかいろいろ間に、これなんだ、あ、これは僕が書かせてもらったんですけど、はい、まあ、スタジオが移転するじゃないですか、はい、その際に低周波系の電気系のアイテム全部もうここに置いてって、はい、封印、封印、封印ね、はいはいはい、そのマークだ、そうです、そうです、もう機材とかを全部捨ててもらうために、次のスタジオに持ってこないための封印、その上の鼻みたいな、これも鼻うがいのなるほど、全部ここに封印、はいはい、鼻うがいも天守も持ってかないでください、天気ビリビリ苦手だから、はい、なるほど、その絵か、はい、うん、この一応豪絶まんじゅう、豪絶まんじゅうか、豪絶まんじゅうだ、やっぱ脳からこびりついた鼻なので豪絶まんじゅうはここに置いて、ここに置いていこうかなと思います。じゃあ封印の、封印の意味もあります、はい、はい、あ、なるほど、ちょっとじゃあサブキャラも見ていきます、サブキャラ、いや、これでもやっぱ一番目立ちますけどね、豪絶さん、あ、ゴージャスさんメインキャラ、うまいなぁ、ゴージャスさん、マジでゴージャスさんだもんな、これ、はい、これはもうメインとしてね、うん、ゴージャスさん描かないことには、確かに、このスタジオでね、その横はこれミカちゃんですね、あー、でも先生巨乳だな、でももうスポンポンじゃん全裸の、全裸のミカちゃん、でもこんなイメージだよね、スポンポンのイメージミカちゃんもね、やっぱりね、こちらかといった確かにね、ミカちゃんですからね、ミカの声は、うわー、さんだ、半周だ、半周だな、悪そう、目が光ってますから、うん、本当だ、本当だ、すげえ、あれ、タクヤさんの後ろの、あれ、後ろ、あれ、バンクシー、バンクシー、あ、バンクシー来た、え、なんでこれバンクシー、あれ、書いてる時いた、いや、わかんないです、いや、わかんないバンクシー、バンクシーがバンクシー書いてんのか、が書いたヨキュンさん、あ、ヨキュンさん、ヨキュンちゃん風船追いかけバンクシー、ヨキュンちゃんいた、あ、かわいい、これフォトスポットになるね、完全に、ね、確かに、いいですね、これ、うん、あ、この風船を持ってあげる、あ、風船を持ってあげるね、一緒にあ、でもいいですよ、めちゃくちゃいいです、普通に、うん、風船うめぇ風船うめぇか、風船、いや、いい、これでも本当普通に絵うまいなんて思いましたよ、ね、だって風がこっちに向いてるから取りに行こうとしてるのが見えるじゃないですかあのショットの傾き方みたいなのがやっぱうまい人しかできないですよね、この使い方できてるね、いい感じ、はい、空間のね、すごい素晴らしい、はい、なんかいいですね、ありがとう、高田さん、ありがとうってね、気持ちも込めて、はい、書きました、これ書きましたけど、もう一瞬で壊されますから、そうか、まあまあでも工事入ったら、そうだ、そうですね、ためらいなんてないですもんね、はい、これ多分この辺はもう誰だか分かんないけど、工事の人がね、はいはいはい、これだけ多分分かるんですよ、ああ確かに、これ芸人のゴージャスじゃない確かに言いながら壊すんでしょ、ゴージャスさんから、はい、あ、横にミカちゃんもいる、ミカちゃんわかるんですね、この思い出が詰まったね、スタジオ、はい、ね、お礼を言いましょう、最後に、はい、そうですね、はい、はい、というふうにちょっと最後は遊ばせてもいただいて、はい、はい、楽しかったです、うん、長い間、このスタジオありがとうございました、ありがとうございました、
そして、そして使わせていただいて、このスタジオもね、お休みに入るということで、はい、休んでいただけたらと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そしてね、もういいでしょう。どう何の動画なんですか。また我々ね、こういうタッチアカデミーのゴージャス動画もね、直輔チャンネルとか、はい、ね、いろいろあの現場変わって新しいスタジオでね、はい、撮っていきますので、ちょっと変化がね、見れるかもしれません。そうですね、そちらもよろしくお願いします。はい、します。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録ね、はい、してください。お願いします。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。また明日も見てね。バイバイ。